我らは選ばれし闇の血統なり、劣等使命。はい、こんにちは。今回フォロワーゼロロイヤル、使っていきたいなと思います。で、まあ、ロイヤルでね、フォロワーゼロ、もう難しい、極まりない、これ。ロイヤルって、フォロワーを出して、そいつを強化していくっていうね、そういうスタンスの、デッキなんですよ。で、フォロワーゼロのロイヤルは、ほんともう、エッグトマトを超えて、ガングロ卵ちゃんになった。で、まあ、唯一強いカードが、まあ、アルビダの号令、それから、この、忍者アーツ、まあ、忍者マスターっていうフォロワーを出せるんですよ。で、あとは、これね、騎士王の意向、これね、フォロワー出せるんですよね。で、プラス、こいつ、自分の場合に指揮官カードが、あ、これ関係ないわ。これ関係ないわ。どれやったかな？なんかフォロワーが出たら、あ、これ、待って、こいつが、ないとか、あ、でもこれ使えへんな。あ、今気づきました。これ指揮官カードが出るたびで指揮官カード出せないな。とりあえず、むずい。あとはもうサタンズサーバント。標国の呼び声に頼るしかないかなっていうのを思ってたり。いや、これ負けやろ。デッキを見た感じ、弱すぎても話にならない。てか、わけのわからんデッキやから。で、このわけのわからんデッキで、ランクマッチで行って、もうもっとわけわからなくなっていこうというコンセプトの動画です。そう、わけわからんデッキを使ってね、わけわからん、試合をして、わけわからんで、動画を終わらせる。いや、ロイヤルだけは勘弁してくれ。いや、これでも結構、まあ、必死に考えて作ったんで、どうぞお覚悟を。無理やわ。ロイヤルで、ちょっとフォロワーゼロはちょっとね、まあ、騎士王の意向だけやな、強いのは。もうあとまあ、運命の、泉か、こいつらしか使ってない。いや、ロイヤルでアミレットは致命的なんだって。先行やったらな、騎士王の意向も使えたんだろうけども。ほんで？小賢しいな。いや、これえぐいぞ。ゴールドカードやったらもう4コスでいいやろ、これ。やっぱフォロワーゼロはきついわ。ほんで？小賢しいな。1コスはなんや？ああ、何もない。なるほど。おー、いいね。なんか、アミレットデッキになってては、やばくねえか、これ。でもこれ、騎士王の意向、一応指揮官なので、まあ、このね、兵士徴収が、待って。兵士カードってなくないか、これ。ちょっと待って、今分かったけど、兵士徴収って、兵士カードなくないか？フォロワー入れてないからないよな。いらないカードばっか来るわ。やーばい。やばいな、これ。わけわからんわ、これ、ほんま。デッキがわけわからん。まあでも、一体出るだけですごい強化はされそうやな。で、小賢しいな。じゃあ、ここは、これ出すか。で、5コスで、指揮官をこれ出したら、何？ヘビーナイトが出てくるのか？妖怪ビショップ、まあまあ。やーべえぞ、これ。ロイヤルのね、フォロワーゼロでランクマッチで勝てた人いたら、ちょっと教えてください。それ多分すごい。レジェンドだけで行くデッキよりもすごいと思う。要は何もできないからな、これ。もうロックされてるから。エッグトマト超えたやろ、これ。でも強いモンスター出た時に、鬼、ジャイアントスレイヤー入れてるんで。とりあえずデモンストライク打ちます。はい。フォロワーの除去の停止して、で、5コスからがちょっと本気出す感じかな。攻撃しますんで。悪行を出して、死後つくと。なるほどな。じゃあ、ここ、騎士王の意向を出します。で、騎士王の意向を出したら、出て、失踪を持つ。弱え。これで決めます。でも、こいつが一体残るだけで、
まあ、自分のターン終了時にこいつで H 回復して、で運命の道、運命の泉で、5-4になる自分のターンが開始時5-4になるぞ。だからむしることはできないと思うんだが、で相手攻撃5以上のモンスター出したらジャイスレ撃つんで、あれあれ相手これどうした、あじゃあここまあ忍者アーツ打ちます。はい、甘く見たな。兵士調子打ってみろよ、どんななるか。ちょっと打ってみます。はい、やっぱ来ないな、やっぱ来なかったな。これやばいな。でも今のいらんからな、どうせ持っててもしょうがないし、まあ打っとこうみたいな感じだったしな。で、小ざかしい。ああ、はい、アルビダ、アルビダもちょっとうまく使えへんな。これ相打ち取って、でここはまあ騎士王の意向出しておくか。これ出して、で次のターン2体出していく、そんな感じで。あれ、あ、しくったしくったしくった、あれあれ、あ、そうや、フィールド5体までしか出せへんから、あ、うまっちょっと待って、ちょっと待って、おかしいあれ、相手遊んでるよねこれ誰かアミュレットを1体破壊してくれ、ちょっと待っておかしい進化式騎士王の意向に誰打てへんない、おい、あれ早くとどめを刺してくれなんでとどめを刺さないんやこれちょ、とどめを刺してくれよ、頼む頼むからとどめを刺してくれ。じゃあアルビダ出すわでこれやってられない早くとどめをさせてくれへんかな、に忍者圧を打ってじゃ早くとどめをさせよう、あ、早くとどめをさせてくれ、バハムト出せよ、あまあ、とどめをさせとか言っときながら、あ、面白いじゃないか、あ、いい、いい最後になりそうだぜ、あ、しっかり決めてくれよな、だが最後まで粘るのがやっぱプロの、あ、いいカード来たな。じゃこれ使って、まあ、サタンサーバーと取るんやけど、サタンサーバー出せないんだよなこれフィールドがほんまカオスな状況になってるな、ええ、早決めてくれどんだけ手こずってんねんこれこの状況でどんだけ手こずってんねんほんま普通やったらもうバーン一気に決めれるはずやねんけどな、もう2ピックじゃないんだからもう決めてくれよ早く息の根を止めてくれ、あ、いいね、あれ相手ちょっと遊んでないかこれ、あ、遊んでるよな近づけさせる、え、遊ばれてるこれもしかして、いいよ、じゃあ本気を出すとするか、これで攻撃力が上がらない、じゃあここは、死の推し、あ、進化、いやちょっと待てよ、いらないから取って、でサタンサーバントを出して、で死の推しを使って、ドローします、で進化こいつだけ、こいつだけが頼りになるぞ、こいつで押していくわ、16これやばいな、あ、こいつ手水ない限り勝ったんちゃうかこれ、破壊できひんやろ、うわかっこいい、あっ小ざかしっていうか遊ばれてるなこれ完全に完全に遊ばれてるじゃねえかよ、もう進化で顔いくか、進化で顔いきます、はい、あ、いいな、研磨使ってで進化いきます、はい
で、もう顔いっちゃって、で、お頭出します。おへへ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 へちょっと待って、はよ、とどめをさせよ。早くとどめをさせよ。完全に舐められてるな、これ。はよ、とどめをさしてほしいな。と言いつつ、死の舞踏。まだ勝てるとね、思い込んでる私がいる。まあ、どうやっても無理やけど、っていうか、何やっても相手勝ちじゃないか。デッキ切れするぞ。大丈夫か。あ、ディースもいけるし、あ、なんでそっちなんだ。あー、なんでね。あー、で、あー、なるほど。じゃあここは、まあ、2点で、あー、あー、なるほどね。じゃあここはもうジャイスで打って、で、渾身打って前打ちするしかない。もうこれを出しちゃえ、もういいや。あー、あかんあかん。これも出しちゃって、はい、もう、はい、決めてください。もうこれで決められたらもう悔いはないわ。兵士としてね、ロイヤルのね、あのお嬢様として、もうこのこれで負けたらもう悔いはない。とどめを刺してくれ。なんでこんな遊んでんのこいつ。あ、リタイアしろってことか。そうはさせへんぞ。リタイアは絶対しへんからな。そんな悔しいことで負けたくない。俺はな、リースか、漆黒の陣雷でやられて負けたい。あ、いいね。ありがとうございます。はい。え、ちょっと待って。いや、で、え、なんで攻撃しへんのこいつ。わけわかんねえよ。ちょっと待って。デッキ切れするってパターンもあるからな。相手それに気づかなかったら勝つから。まあデッキ切れするのを待つか。それ気づかんことをちょっと願っていくわ。アスタルトーンで、あ、そうそう、あ、気持ちいい、快感、気持ちいい。ありがとうございます。はい、いやー、面白い試合やったな。あ、もうわけわからん。もうなんかバトルで勝つとかそういうね、あの試合じゃなくて、なんかもう別次元のなんかカードバトルやったな。もうようわからんわ。こんな試合になるとは思いませんでした。